どうも、メカです。このチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする資産運用、キャッシュレス、ポイ活などの情報をお届けしています。今回紹介するのは、株主優待についてです。株主優待の権利を取得すると、漏れなく議決権行使書も届きますよね。中には、そのまま捨てている人も多いと思いますが、実は議決権を行使することで、お得なお礼をもらえる銘柄があります。一部では隠れ株主優待なんて言われてますが、今回はそんな議決権を行使するともらえるおすすめの隠れ株主優待をまとめてみました。まずはコメダコーヒーを運営しているコメダホールディングスから紹介します。こちらの株主優待は100株保有していると年に2回コメカのチャージ1000円分がもらえます。また2月末に限り3年以上300株を継続保有していると2000円分もらえます。コメダコーヒー好きとしては最高の株主優待といえます。そんなコメダホールディングスでは議決権を行使すると追加で500円分がチャージされます。つまり株主優待で年間2000円分、議決権行使で500円分がもらえるため合計2500円分です。議決権が500円分ということは、モーニング1回分の価値になります。ちなみに、自分は毎年ゲットしています。議決権行使の分は、毎年1月1日に入金されています。議決権の賛否は問わず、有効に処理されればチャージされるので、忘れずに行いましょう。2つ目は、不動産事業を営むサムティです。サムティといえば、株主優待はグループの宿泊施設で利用できる無料宿泊券ですよね。枚数に応じて宿泊券の枚数は変わってきます。200株から300株未満で1枚、300株から600株未満で2枚、600株から1000株未満で3枚など、最低で1枚、1万株以上だと10枚です。ちなみに権利月が閑散期の11月だったんですが、12月になってしまったのは残念でなりません。そんなサムティですが、議決権を行使することでクオカードがもらえます。しかも1000円分と超太っ腹、無料で宿泊できる上にクオカードまでくれるなんてもはや神です。クオカードについては毎年5月下旬に発送されます。議決権は1000円分の価値ですので、必ず行使してください。3つ目は家電量販店大手の野島です。株主優待は買い物で利用できる割引券と来店で付与される500ポイントのチケット、そしてサービス優待券などなどです。野島を利用する人っては利用価値が高く、利用しない人だとあまり恩恵は受けられません。そんな野島もさりげなく議決権行使のお礼として隠れ株主優待をプレゼントしています。もらえる商品は定期的に変わるのですが、2024年はお水がもらえました。しかも 500ml のペットボトル24本です。優待界隈では野島水と呼ばれているようです。正直これが株主優待でもいいんじゃないかというほどのクオリティで、かなりの大きさと重さに驚きました。水はコンビニで購入すれば100円はしますし、これだけでも2000円分ぐらいの価値はあると思います。個人的には毎年この野島水だったら嬉しいです。4つ目はリサイクルショップを運営しているブックオフです。中古の本が主力ではありますが、最近は本以外の中古品も多く取り扱っています。株主優待はブックオフの買い物で利用できる買い物券と買取金額が 20% アップするクーポンです。保有株数によって金額が異なります。100株以上で2000円分と2枚、200株以上で3000円分と2枚、500株以上で5000円分と2枚です。3年以上長期保有するとさらに500円から2500円分が追加されます。そんなブックオフではアンケートに答えることで300円分の買い物券が追加でもらえます。議決権ではなくアンケートになるので注意しましょう。安い本なら300円分あれば数冊買えますね。
議決権ではありませんが、300円分のアンケートになるので、忘れずに回答してください。5つ目は、総合スーパーのイオンです。子会社では、モール事業や金融など、様々な分野を手掛けているので、もはや何が主力なのかは分かりません。株主優待は、キャッシュバックが受けられるイオンオーナーズカードです。保有株によって、キャッシュバック率が変わっていきます。100株以上で 3%、500株以上で 4%、1000株以上で 5%、3000株以上で 7% です。そして、3年以上1000株保有した人には、最大1万円分のイオンギフトカードもプレゼントされます。イオンをメインのスーパーとして利用している人には、最高の株主優待と言えます。そんなイオンでも、議決権を行使することで、隠れ株主優待をゲットできます。お礼は割引券です。6月28日から1月31日までのどこか1日で、最大 10% 割引が受けられます。しかも、食料品も 5% 割引です。たくさん買い物すればするだけお得になるので、何か買い物する予定の人は、割引日にがっつり購入しましょう。買い物次第では、1000円以上の価値になるかもしれません。6つ目は ODK ソリューションズです。東証スタンダードに上場しているシステム開発や運用を行っている企業になります。知名度の高い企業とは言えないかもしれませんが、株主優待に詳しい人の中ではそこそこ有名な企業です。株主優待は毎年2回500円分のクオカードがもらえ、3年以上保有すると1000円にアップします。さらに ODK ソリューションズでは、議決権を行使することで500円分のクオカードが追加でプレゼントされます。議決権行使のお礼については、あまり自分たちから公表しない企業が多いのですが、 ODK ソリューションズでは議決権のお礼についてもしっかりと公表しています。議決権行使のお礼は基本的に会社から約束されているものではないので、途中でなくなったとしても投資家は文句が言えません。ただ ODK ソリューションズに関してはしっかりと公表しているので安心感があります。短期間で辞める予定はないということでしょう。議決権の価値は500円分になるので、忘れずに行使してください。では最後にまとめます。他にも議決権を行使することでお礼を提供している企業が多くありますが、今回は継続的に実施していて、今後もしばらく辞める可能性が低い企業をピックアップしました。自分は ODK ソリューションズ以外はもらったことがありますし、コメダやイオンなんかは必ず毎年ゲットしています。冒頭でも言った通り、株主優待を多く取得している人はついつい議決権を捨ててしまうかもしれませんが、本日紹介した企業を中心に豪華なお礼がもらえる場合もあります。会社のためにもなりますので、議決権はできるだけ行使するようにしましょう。以上、今回は議決権を行使することでお得なお礼をもらえる企業をまとめてきました。今回の動画が参考になったという人は、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。